こんにちは、ビビットランキングです。地球上には3000種類以上のヘビが生息していると言われています。実はそのうちの600種類は毒を持つヘビであることをご存知でしたか？実は過去に投与した動物の半数が死亡する要領である半数致死量に基づいて、どのヘビの毒が総合的に見て有毒とされるのか調査した記録があります。今回はその研究結果をもとに世界の有毒なヘビをランキング形式でご紹介していきます。それではビビッと行ってみましょう。第10位、インドアマガサヘビ。インドアマガサヘビはインド、スリランカ、アフガニスタン、バングラデシュ、ネパールなど様々な場所に生息しているコブラ科の毒ヘビです。彼らの体長は通常1メートルもない程度ですが、1種類を除いたほとんどの種類のアマガサヘビの背面に他の鱗よりも大きい鱗が並んでいることが特徴でしょう。インドアマガサヘビには頭頸部にくびれがないので、いわゆる毒ヘビの特徴に当てはまらない例外的特徴をも持ち合わせていることから、時々無毒なヘビと間違われることもあります。彼らの性格はおとなしく、一日のほとんどを穴の中や瓦礫の下で過ごし、夜に活発になります。ですが身の危険を感じると相手に噛みつく上に、その毒は普通のヘビより多いとされているため、インドではこのヘビはその毒で最も多くの人間を殺すヘビだとみなされてしまいました。確かに彼らに噛まれても痛くはありませんので大丈夫だと思ってしまい、すぐに手当てや治療をしない人も多いのも事実ですが、その後死に至る場合があるので油断は禁物です。第9位、セグロウミヘビ。ヘビの生息地は陸地の上だけとは限りません。セグロウミヘビは一生のほとんどを太平洋の浅瀬で過ごすウミヘビ科のヘビで、背面が黒色、腹が黄色の面白い色味をしています。体長は約60センチから80センチ程度で、模様も個体ごとに異なる部位があります。嵐によって陸に打ち上げられてしまうと、すぐに疲労や熱で死んでしまう敏感な面も見られ、私たちが想像しているようなあの粘り強く獲物にかぶりつくイメージとは遠いのかもしれません。海に住む彼らは同じ生息地に住まない人間にとってそれほどの脅威にはなりません。ですがその毒は世界でも指折りの致命的なものであると研究で明らかにされ、今回のランキングでも9位にランクインした大物のヘビであることには間違いないでしょう。もし見かけても捕まえようなどと安易に考えてはいけません。もし彼らを海というフィールドで挑発しようものなら、恐ろしい光景が目に浮かびます。第8位、ブームスラング。ブームスラングはアフリカほぼ全域、特にスワジランド、ボツワナ、ナミビア、モザンビーク、ジンバブエの樹木に生息するナミヘビ科に所属する毒ヘビです。彼らの体長は全長 1.5 メートルから 1.8 メートル、時には最大 2.2 メートルにも成長してしまうのだとか。体は緑色やオリーブ色、黒色に至るまで環境によって変化を繰り返しているため、一概には言えませんが、私たちが一般的に想像し絵に描くようなヘビに近いと言えるでしょう。このヘビは獲物に気づかれる前に攻撃をけしかけてきます。温暖な気候を好み、寒い時期には鳥の巣で冬眠する性質を持っています。他者と関わることがない一匹狼のような性格の持ち主ですが、極度の空腹の時には他のブームスラングを殺すために自分の毒を使うことさえあります。そして彼らの毒牙は他のヘビに比べ口のかなり後ろに生えていることも特徴の一つとして知られています。噛まれると毒液が血栓を形成する機能を停止させるため、相手を失血死に追い詰めてしまうこともあります。毒といったら体を攻撃するようなものをイメージすることが多いですが、
彼らの毒の場合は相手の免疫機能自体を無効化してしまうというわけなのです。第7位、トラフガラガラヘビ。トラフガラガラヘビはカリフォルニア、アリゾナ、メキシコ北部に生息している鎖ヘビ科のヘビで、成長すると体長45センチから90センチほどになります。頭の大きさはガラガラヘビの中では最小で、ガラガラヘビの最大の特徴である巨大な音響器官を持っています。この尻尾から発せられる音が赤ちゃんのガラガラと似ていることから、その名前がついたと言われています。ヘビにしては珍しいスペード型の頭をしているので、彼らを見分けるのは容易とも言われています。加えて彼らは他のガラガラヘビと同様に、攻撃前に尻尾のガラガラを振りながら警戒音を発するので、もしこの2つの音を聞いたのであれば引き返すことをお勧めします。というのも、彼らの毒性は新熱帯に住むガラガラヘビの中で最も高いとされ、この毒による循環器系の機能不全、細胞の壊死を引き起こし、最後には失血死に至ります。とある少年が一匹のガラガラヘビに腕を噛まれ、数時間もしないうちに皮膚が黒く変色、壊死していった報告も挙げられていますので、もし噛まれてしまった場合はすぐに病院で血清を打つことが必要です。第6位、ブラックマンバ。ブラックマンバはアフリカ南部と東部のサハラ砂漠以南に生息するコブラ科のヘビで、シロアリの塚に好んで巣を作ります。名前に黒とついているものの、オリーブ色や茶色がかった灰色やカーキ色をしていて、そこにツヤツヤとした光沢が入るため、一見とても綺麗だと感想を持つ方が多いのも特徴でしょう。体長は 2.5 メートルほどですが、目撃情報では約5メートルものブラックマンバがいたという報告もあります。また彼らは多くのヘビと異なり、孵化した時から牙がしっかり使える状態にあると研究で明らかにされています。生まれた時から武器を持っている点に関しては、厳しい自然界で生きていくための進化と言えますよね。加えてその体長の大きさもさながら、彼らは時速20キロで移動し、急いでいる時は体の 33% を地面から浮かせたまま動くそうです。彼らに噛まれると毒で体が麻痺し、30分以内に死に至るという調査結果に至っています。第5位、イースタンブラウンスネーク。イースタンブラウンスネークもブラックマンバ同様コブラ科の毒ヘビで、オーストラリアに生息する中で最も危険なヘビと言われています。通常体長1メートルから2メートル程度の個体が多いとされています。性格が獰猛で、ネズミのいるごく普通の住宅地に住んでいるため、特に危険な毒ヘビとして現地の方々からは恐れられているようです。面白いことに、彼らは冬の間は他のヘビと巣を共有することも多くあり、自然の野生動物らしくメスを奪い合い戦うことも多く見られるのだとか。彼らは攻撃的ではありますが、その反面神経質なヘビとも言われていて、そのせいか他の毒ヘビより噛みつくことが多く、オーストラリアでのヘビに噛まれたことによる死亡の最大の原因となっています。体の色が茶色で、家の壁にいても気づくことがない場合もあり、そんな環境を考えると私たちの生活がどれほど恵まれているのかを実感しますね。第4位、デュボアトゲオウミヘビ。デュボアトゲオウミヘビはパプアニューギニア、ニューカレドニア、オーストラリア近くのサンゴ礁の浅瀬に生息しているウミヘビです。通常は全長約80センチメートルまで成長しますが、最大で148センチメートルまで成長していた個体も確認されています。彼らは若いうちに卵を産むことでも知られ、海藻や1メートル未満の魚を好んで食べて暮らしています。また、この種は夕暮れから夜明けに活発に動き回る夜行性の動物でもありますが、非常に敏感なヘビで、大した刺激をしていないにもかかわらず噛むこともあります。
その毒性は試験でも証明されたことから、世界で最も恐ろしい蛇の一つとされています。第3位、内陸タイパン。内陸タイパンはオーストラリア西部の人里離れた場所にある粘土質の土地の深い割れ目に生息しているコブラ科のヘビで、なんと全長340センチにもなる毒ヘビとして知られています。彼らの毒は強力な神経毒で、獲物を巣穴や地面の穴に追い詰め、素早く連続して数回噛んで仕留めてしまいます。このヘビはネズミを好んで食べるそうですが、狩りや攻撃に使う毒はキングコブラの50倍、ニホンマムシの800倍とも言われているのですから、噛まれたらひとたまりもありません。具体的にこの毒性でどれだけの人に被害を与えられるか予測したデータがありますが、それによれば、彼らは一度に成人男性100人をも殺せてしまうのだとか。ですがその一方で、獰猛なヘビというニックネームがついていますが、おとなしいヘビとみなす専門家も多く、めったに手を出さなければ襲ってくる心配もないのだそうです。第2位、ラッセル鎖ヘビ。ラッセル鎖ヘビはスリランカ、ビルマ、インドにおいて他のどのヘビより人を死に至らしめていることで恐れられている鎖ヘビ科の毒ヘビです。このヘビはインド、バングラデシュ、ネパール、ミャンマー、タイ、パキスタン、カンボジアなどの広大な草原で観測されます。身の危険を感じると、体の上部 33% を持ち上げ、ヘビの中で最も大きなシューという音を出して、臨戦態勢をとります。ほとんどのヘビは、噛んだ後相手を離しますが、このヘビは数秒待つ噛んだままのことが多いことも確認されていて、非常に執念深いヘビと言ってもいいでしょう。また、このヘビが世界で最も危険と言われている理由は、彼らの好物にあります。彼らは、げっ歯類を好んで食べるため、ハツカネズミやドブネズミが住むごく普通の住宅地の中に住むことがあるのです。近くにいるなんて考えたら、恐ろしくて夜眠れなくなりそうですね。第1位、イボウミヘビ。さて、お待たせしました。世界で最も有毒なヘビの座に君臨したのは、イボウミヘビです。このヘビはオーストラリア、ニュージーランド、アジアの海岸線の沖に生息するコブラ科のヘビです。彼らはインドから太平洋への主要な水路であるマラッカ海峡の水の中で生まれている毒ヘビです。漁で網に捕まることも多く、気づかずに油断している漁師を噛むため、その被害は漁師たちにとって多大なものになっています。彼らは主にナマズを好んで食べますが、フグも食べることがあります。また、彼らの毒性はマムシの150倍で、たったの 1mg 程度で人間を殺すことができます。マングローブなどの人の活動域に多く見られるので、その分被害も毎年多く、その大半は死亡してしまうケースがほとんどのようなので、もし彼らのテリトリーに踏み入る機会がある場合、十分に気をつけた方がいいでしょう。いかがでしたか？今回は、たくさんの毒蛇たちをご紹介してきました。しかしもちろん、まだ新種がいると予測されているので、実は身近にもっと危険な蛇がいる可能性も考えられます。今、あなたのベッドの下、何かいませんでしたか？この動画を最後まで見てしまったあなたは、もうビビットランキングのクルーです。今後もビビッとくる情報をランキング形式でお届けしますので、クルーはチャンネル登録を忘れずに。今回は以上です。また次の動画でお会いしましょう。